温泉卵乗ってます。このお店で一番人気の卵どうしますか。ナポリタン卵吸っちゃう。いや一応、混ぜてみましょう。お店の意向があるんで、このもう卵にもこだわりがあるみたいです。山吹という卵を使ってるみたいです。うん、うまい。これ麺がすごいわ。麺がちもちがすごいな。なんだこれ。わかりやすく言うとちょっと柔らかいグミみたいな感じ。ナポリタンで想像するスパゲッティ度で言うと低いでしょ。30とかスパゲッティ度は。なんだこれすごいな。ケチャップ度はね20ぐらい。あの卵があったから、うん、マイルドになって酸味が一個もない。懐かし度とかはもう極めてゼロに近いんじゃないかな。うん、このタイプはですね絶対あのチーズが合うと思うんですよね。ちょっとたっぷりめにいきます。よしよしよし、はい、どうでしょう。コス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 、もうちょいいっちゃうか。チーズ、はい、あ、これはこのさ混ぜた時のこのね抵抗を感じるぐらいのとろみにチーズたっぷり入れました。よし、行こう。めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい。アジェンド70、コスパ度は40かな。普通の大きさが1300円、大盛りプラス300円。食べ応えという意味では大満足なんで。ということでですね、高円寺牛板さん、他にはない、なかなかないナポリタンが食べれますんで、ぜひ来てください。